ピレウス。ピレウスはギリシャのアッティカ地方にある港湾都市でアテネの首都圏を構成する。古代にはペーライエウスと呼ばれアテネの外交都市として発展した。アテネ市中心部から南西12キロメートルサロニコス湾の東に位置する。今日ではエーゲ海の島々への船がピレウス港から出ていてエーゲ海クルーズの拠点である。 ピレウスは2011年時点ではギリシャ第四の都市であり、アテネ首都圏ではアテネに次いで人口が多い。は、ギリシャ最大の港で年間2000万人が利用するヨーロッパ最大かつ世界第二位の旅客港である。貨物でも年間140万 TU を誇り、ヨーロッパ上位重か活動地なか海最大である。1896年と2004年の アテネオリンピックで会場となった。現代ギリシャ語での発音はであり、ピレアスと転記される。このほか、ピレウス、ピライウス、ピレエフスなどとも表記される。戦士時代、ピレウス中心部のミューニキアは浅瀬で本土と繋がっていた。この浅瀬は一年のうち長い期間海水に浸かっており、干上がると塩田になった。これは塩田を意味するハリペドンと呼ばれており、 例年によって複雑な浅瀬となった。徐々に地形が変化した結果、古典古代初期には安全な土地になった。紀元前26世紀にはピレウス周辺に人が住んでいた。古代ギリシャ時代には水深の大きい三つの港を持つピレウスは重宝され、古く浅い港から徐々に役割を奪った。三つの港は大規模なカンタルスと小規模なゼア、ムニチアからなった。 紀元前511年、ヒッピアスがミューニキアを要塞化した。紀元前507年、クレーステネスがピレウスをアッティカ地方に組み入れた。紀元前493年、アテネの政治家テミストクレスがファレルム港に代わる海軍基地として建設した。紀元前483年、アテネ海軍がピレウスに移転した。紀元前480年、アテネ海軍は アケムネスアサ、ペルシア相手にサラミスの海戦で大きな役割を果たした。以降ピレウスは海軍基地として使用されている。の後、テミストクレスはピレウスの三つの港を要塞化し、根いいを添い小を建てた。紀元前471年、テミストクレスの壁が完成したことにより、ピレウス港は軍事的にも商業的にも重要な港になった。 ミレトスの都市計画家ヒッポダモスによって市街が五番の目上に整備された。彼の名前は中心部の広場に残っている。また、ピレウス港を拠点とする海上貿易を生命線とするポリスであるアテネを防衛する軍事戦略として、キモンとペリクレスが都市アテネと都市ピレウスのの街道を両都市を囲む城壁から延長、要塞化し一種の双子都市として防御した。 紀元前430年、ペロポネソス戦争中のペスト発生によって、ピレウスは初めて衰退した。紀元前404年、スパルタのルサンドロスがピレウス港を封鎖し、アテネはスパルタに降伏し、デロス同盟は終了した。ピレウスの城壁とアテネとの間の長い壁は、スパルタ兵によって破壊された。アテネ海軍の三段階制や船やも一部が破壊された。 その結果、防御力を失ったピレウスは繁栄する、ロドス島に地位を譲ることになった。紀元前403年、デミューニキアはトラシュブロスとの難民に包囲された。この戦いで、フィリジンはアテネの30人政権を打倒したが、続くでスパルタ軍に倒された。紀元前393年、民主制を復活させた、コノンは壁を再建した。 また、アフロディーテ、ゼウス、アテナの神殿を建てた。また、後に、ゼア校で発掘された、フィロンのスケオテケを建てた。ピレウスの再建は、アレクサンドロス三世の時代まで行われた。紀元前八十六年、ローマのスラがピレウスを徹底的に破壊した。三百九十五年、アラリク一世率いるゴート族が再び、ピレウスを破壊した。 これによりピレウスは15世紀まで衰退することになる。東ローマ帝国時代、ピレウスは時折海軍基地として使われたが、首都のコンスタンティノープルからは遠かった。中世には、ピレウス港はベネチア人にシシネス港と呼ばれた。1四4 0年、東ローマ帝国で起こったペタルでリアンの放棄に抗し、反乱を起こしている。1205年、 第四回十字軍によって東ローマ帝国が崩壊し、ピレウスは十字軍国家の一つであるアテネ公国の領土となった。14世紀には港の入り口に立つ古い獅子の彫刻からピレウスの獅子と呼ばれるようになった。後にギリシャ人にはレオネ公と呼ばれるようになる。1456年、ピレウスがオスマン帝国の一部になるとベネチア時代から引き続き、 アスロン・リーマンと呼ばれた。1590年、修道院がピレウスに建てられた。ピレウスは時折商業校に使われる以外は、ギリシャ独立戦争までは、さびれた場所だった。多くの地権者がいたが、アテネ人は、ピレウスに住まなかった。1687年、の中でがアテネに遠征した際に、ピレウスの獅子は発掘された。獅子は、 ベネツヤ海軍交渉に運ばれ、今でも同じ場所で見られる。には複製品が展示されている。1792年、イドラ島から住民を移動させて、新しいピレウスを作る試みがあったが、失敗した。1825年、独立戦争中にから住民をピレウスに移動させる計画ができ、1829年に定住が始まった。かつての栄光からは、 ほど遠い、少数の漁民が住む、小さな町に過ぎなかった。1832年、近代イギリシャが建国され、首都はアテネに置かれた。ピレウスは再び商業と産業の中心に返り咲いた。主に、エーゲ海諸島から移民が流入し続けた。都市計画は、オソニーが言ったが、前衛的だったため完成しなかった。1835年、 自治体が設置され、名前は再びピレウスになった。新興ブルジョアジーの西願によって、市長選挙が行われ、ヒドラのキリアコスセルフィオティスが選ばれた。当時、の人口は約300人だった。ピレウスは、錆びれた漁村から、急速にギリシャ第二の都市活主要港に発展した。首都に近い地理的条件から、全国から人口が流入した。 1853年、クリミア戦争時には、英仏連合軍によって占領された。1869年、アテネピレウス鉄道が開通した。1893年、コリントス運河が完成した。鉄道と運河によってピレウスは、さらに重要性を増した。都市の成長に従って、教育機関や協会、株取引所、市役所、中央市場、郵便局、 事前期間が建てられた。港も春節で近代化され、王立船着き場や商業地区への鉄道、鑑識ドック等が建てられた。19世紀末、ピレウスの人口は5万1,020人に達した。1911年、港の建設と維持を司る港湾委員会が設立された。1912年から1922年、ピレウスは人口爆発を迎える。 1920年には133,482人だったが、1928年には251,659人に倍増した。木戸戦争の後のギリシャとトルコの住民交換によ、アナトリアからが押し寄せたためだ。労働力の向上という利益はあったが、旧市街周辺部への人口集中は多くの社会問題を引き起こした。1930年。 ピレウス公委,委員会が設立され、交通量の増加に対処し都市の発展に貢献した。新古典主義の建物が建ち、その傑作の一つであるは、今も使われている。第二次世界大戦中、ギリシャを占領したナチスドイツは、ピレウスの軍事施設化を企むも、ピレウスの主任技術者となったは、共産主義者だったため、密かにレジスタンスを支援して、これに抵抗した。 戦後の1955年には復旧が完了し新たな設備が作られた。2016年欧州連合に国有資産売却による債務圧縮を義務付けられたギリシャ政府から中国の中遠海運航行がピレウス港の管理、整備、開発の権利を買収した。中国にとってなどの一帯一路戦略に重要な拠点とされる。 アテネの中心部からは地下鉄またはギリシャ国鉄のプロアスティアコスで約30分ほどの距離である。ピレウス港からはクリタ島、ニコノス島、デロス島、イドラ島、サントリーニ島,島、ナクソス島、ロドス島などへのフェリーが出ている。総合スポーツクラブ、オリンピアコスの本拠地スタジアムやアリーナがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。